こんにちは、石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきありがとうございます。偽の大統領執務室こちらの大統領執務室オーバルルームは、天井を見てお分かりの通り、これは映画用に作られたセット、偽の大統領執務室になります。 こちら本物のホワイトハウス、南側のファサードになります。私もクリントン大統領の時に一度お記者会見で入ったことがあります。こちらホワイトハウスの敷地図になりますが、先ほど見ていただいたファサードは南側のファサードです。そしてオーバルルームと呼ばれる楕円形の 大統領執務室がどこにあるかというと、この南側の西にローズガーデンというのがありますが、このローズガーデンのさらに西側に楕円形の白い丸がご覧になれますが、こちらがオーバルオフィスになります。大統領執務室です。 BBC の記事です。ホワイトハウスのオーバルオフィス、ノーフォークの実物大レプリカ。英国 BBC が先月に記事にしたのは、イギリスのノーフォークにある実物大の大統領執務室のレプリカだ。米国バージニア州のノーフォークではなくて、イギリスのノーフォークだ。 ワシントン DC から6000キロも離れた英国ノーフォークにホワイトハウスの一部分がコピーされてある。それは2018年にウォーターゲート事件の映画を撮影するために作られたオーバルオフィス。大統領執務室のスタジオセットだ。BBC ニュースは、ジョー・バイデンがドナルド・トランプからオーバルオフィスを引き継ぐという時期なので、オーバルオフィスについての ニュースを書いたということだが、それにしても、なぜそれがレプリカの話になるのだろうかと思わず苦笑してしまう。BBC が報道した、イギリスのノーフォークにあるこの実物大のオーバルオフィスのレプリカは、リチャード・ニクソン大統領時代のオーバルオフィスのしつらえを模して、2018年に作られた。 なぜニクソン大統領の時代かというとウォーターゲート事件の映画を撮影するために作られたからだ左がレプリカの偽物右が1969年に撮影された本物の大統領執務室この暖炉は 大理石製の本物に似せて大理石ではなく木で作られているイギリスのオーバルオフィスのレプリカは数多くの映画やドキュメンタリーの再現シーンの撮影に使われてきたオーバルオフィスのレプリカの作成には何ヶ月もかかったたくさんの写真や映像をもとにして 本物に似せてリアルに作られている中は本物そっくりだが外側を見るとこんな感じだこちらはカナダのトロントにあるオーバルオフィスのレプリカトロントの撮影用レプリカの作成風景 トロントのオーバルオフィスのレプリカ。一方で SNS ではバイデンのオーバルオフィスが偽物なのではないかといぶかるツイートが飛び交っている。このツイートでは上がバイデンのオーバルオフィスで下がキャスルロックスタジオの撮影用レプリカ。カーペットがどちらも同じではないか。 と書いている。この下の映画のシーンがどの映画のシーンなのかを調べてみた。調べた結果、この画像は1995年の映画、アメリカン・プレジデントの一シーンであることが分かった。左の大統領はマイケル・ダグラスが演じている。 インキブルーの絨毯が導入されたと報じられたバイデンのオーバルオフィス。こうして比べてみると、マイケル・ダグラスの映画で使われたレプリカのオーバルオフィスとバイデンのオーバルオフィスとは絨毯が同じであることがわかる。 ニューヨーク・カーブドの記事によれば、ラグ、オ originally made for Bill Clinton 絨毯はもともとビル・クリントンのために作られたものだとある。1995年の映画、アメリカン・プレジデントは、 1993年から2001年まで大統領だったビル・クリントンのオーバルオフィスを参考にしていると考えられるため、バイデンのオーバルオフィスの絨毯と同じでも当然ということになる。つまり、映画用オーバルオフィスのスタジオセットの絨毯と、バイデンのオーバルオフィスの絨毯はそもそも同じデザインだ。 ということになる。それでもいぶかりは絶えない。このツイートにはこう書いてある。なぜオーバルオフィスのスタジオセットが存在するのか。バイデンのオーバルオフィスの窓の外には駐車場が映っている。バイデンは本物のオーバルオフィスにはいないのじゃないかこのようないぶかりが絶えないのはなぜなのだろうか。 オーバルオフィスの審議へのいぶかりは選挙プロセスの相互で起きた再議と大統領の正当性への会議から来ているのかもしれない1月25日のワシントン DC の停電の時にはこのようなツイートがなされて多くの共感を呼んだそのツイートにはこう書かれてあったなぜホワイトハウスは 真っ暗なの今日はこの辺にしたいと思います。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。最後までありがとうございました。それではまた。